売上に住んで早数ヶ月が経つ。いつ来てもここの浜の人たちはパワフルだぜ。人としての営み、そして自分を見つめ直す。売上という場所は自分の中に足りなかった何かを思い出させてくれる。なんじゃこりゃ。お兄さん、これが閖上の新しい名物、北限のしらすで。北限のしらす？こんなもんただのご飯にしらすかけただけじゃないか、これ。こんなもんね、うまいわけないんだよ、こんなもんが。うまい。うまい。うますぎる。うん、俺食ったのにしらす食った。わかるか？わかるか？わかるか？エグサジ、エグサジだ。ここのしらすは日本の最北端で取れるから北限のしらすって言うんだ。この北限のしらすが始まったのが2年前、閖上の新しい名物として我々漁師も力を注いでるんだよ。あ、あんた確か寿司屋にもいたよな。あんた一体何者なんだ。おお、なんだ、屋根のかよ。おお、